今日はニコール・リッチー風キャットアイメイクに挑戦していきます。使うアイシャドウはコースタルセンスのシャドウを使っていきます。下から3番目の色をアイホールに広く塗っていきます。で、右の上から3番目のグレーの色を使っていきます。黒目の内側から目尻にかけて塗っていきます。同じ色を目頭の部分にも入れます。そしてブラックのシャドウを取って、先ほどのグレーのところまで塗ります。上は先ほどと同じように黒目の内側から目尻の部分に向けて塗っていきます。そしてアバンテのリキッドアイライナーでラインを描いていきます。キャットアイメイクなので目尻をしっかり反応させます。下も念入りにグレーの部分のところまで描いていきます。今回使うのはエルガールさんのレディーアイズというつけまつげです。つけまつげののりはこれが一番使えます。マスカラはルアンのダイナミックフルボリュームマスカラを使っていきます。下まつげも丁寧に塗っていきます。二重の幅がうまく決まらないときはミルキーソフトというものを、アイプチみたいなものを使っていきます。その間に、リップはミルキーベージュのものを使っていきます。チークはいつものメイベリンのピュアミネラルチークのコーラルの4番を使っていきます。今回はエティセのプラチナスターパウダーも使いました。2分ぐらい経って乾いたので専用の棒を使ってなりたい二重の幅に差し込んでいきます。今まで使った中で一番使いやすいです。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。